小具屋てっちゃんことファクトリーゲット支店長の澤山です。今日はですねこちらトリプルハンドル、前回こちらを紹介しました。ちょっと違いわかりますか？同じね、3つの穴ですけども、前回は斜めこれね、こうなってます。これですね、どういう時に使うかというとですね、基本的には前回の、これと同じ使い方なんですが、このような形でですね、とてもここが90度曲がっているので、このね早回しがですねとても、まあ、回しやすいね、回転しやすい、ね、そんな工具です。まあ、従来のね、こちらに使い慣れている方もいらっしゃるかと思います。まあ新しくこのようなタイプも出ましたので、一度これも使ってみて、どちらが使いやすいかですね、比べてみるのもいいと思います。同じくここは、5ミリの六角レンチまで入ります。12ミリは入りません。ワイズさんのトリプルハンドルの紹介でした。